んだか一杯だけ水をいただきたいと思います。あのステージ上酒しかないので、これもしあればすいません、ありがとうありがとうございます。よし、あと次一番新しい曲で、まだ演奏するの2回目の曲をやります。エンパワーメントっていう曲で、力を授けるとか自信を与えるとか、それを拡張するとか、そういう感じの意味の曲で、なんでこの曲考えたかっていうと、この間の選挙の時にすごい投票率が低くて 50% 割っちゃったっていうのあって、なんか俺なりになんでかなって考えたんですけど、多分なんか多くの人は自分が何かをできるとは思っていない、なんか自分は何もできない無能なものだと信じ込まされてる、そうさせられてるような気がして、なんかそれはその人が生きてきた環境とか、簡単に言うと学校のなんか先輩後輩とかパワハラセクハラとか、そういう問題は俺はすごい関係してると思ってて、いじめも多いし自殺者も多いし、だからなんか環境のせい、環境のせいってまあ簡単に言うと社会のせいだと思ってて、社会に俺たちの力はない、個人の力がないものだって思わさせられてるからなんじゃないかなっていうのが一つの結論で、あの全部実は違うじゃないですか、持ってる力があると思う、それぞれここ一人一人、投票権っていうのはそのめちゃくちゃ分かりやすい形だと思うんですね。でもそういうのを持ってるにかかわらず、そういうふうに思い込まさせられて奪われて税金も上がるし、なんかそういうふうなのは嫌じゃないですか、嫌じゃないだからその個人の持ってる力、俺もハードコアのライブとかいろんなものにエンパワーメントされてるんで、あの今回俺はこの曲でエンパワーメントしたいし、自分もしていきたいし、そういう感じであのエンパワーメントっていう曲を作りました。やります。前にやってたオートの人たちも言ってたんですけど、あのこの曲は LGBT とかについての曲で、去年杉田美代っていう、議員が LGBT の人たちは生産性がないから、あの税金を使うことはできません、生産性がないからですって言って、まあ、完全にもどこから突っ込んだらいいか分かんないぐらい間違いだらけなんで、あの改めて突っ込んだらバカらしいってみんな多分心の底では思ってるかもしれないですけど、まあ、そういう感じの曲、あ、逆じゃない、そういうことがあって、でもまあ思い返してみると、自分を LGBT の人とか、まあ、笑い物にしたっていうか、あの小学校の時とか、
でコメディとかでテレビでやってるじゃないですか。そういうのやってなんか、あ、お前もしかしてこっちなんじゃねえ、彼女いないこっちなんじゃねえのみたいな、いやバカよそんなんじゃねえよみたいな、なんかちょっと笑っちゃうみたいな、そういうシーンは別に限られ数えられないほどあって、でもなんか今はそういうのはやっぱり違うかなって思ってたんで、まあ、俺は結構ラッキーでこういうハードコアコミュニティとか周りに気づかせてくれる環境があったんでラッキーだったんですけど、まあ、あのリビングザフューチャー未来に行けようぜっていう曲なんですけど、その未来っていうのは、あのもしそうやってマインドをチェンジして自分の考えとか今までやってたことでも自分を否定して新しいものにアップデートできるそういう人がいるんだったら、もう勝手にその考えをアップデートして、まあ、間違ったらそこで修正すればいいし、まあ、傷つけちゃった人がいるならそれはあのそれなりのことをしなくちゃいけないと思うんですよ。とにかく自分で考えて動いてそういう人たちであの素晴らしい未来を勝手に作って勝手に生きちゃおうぜ、そういう感じの曲です。 Living the future!